札幌ドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対北海道日本ハムファイターズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？とにかくね、1、2番の出塁ですよね。その辺が打線のつながりを生むと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。セカンドベース、まずはファイターズの先発武田が札幌ドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。初球ボール、ボールになります。ボール先行です。インコースに持っていきました。インコース低めの球、ツーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターは2番に入っている松本。武田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上、武田、そしてキャッチャーは大野。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。ボールになります。さて、この松本、どういうバッターなんでしょうか。外野の間を抜いていくような低くて強い打球が多いのが特徴ですね。なるほど、そうですか。引っ張った、ヒットになった。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ、一塁には先制のランナー、バッターボックスには、そして塁上には松本。ここはランナー走ってくるかもしれませんよ。どう動いてくるでしょうか。ここはゲッツー、ファーストランナースタート、キャッチャー二塁、タッチアウト、ボール失敗。ボールですか。高め空振り、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。ライト方向を流しました。一二塁間を破る、2アウトランナー1塁。打順は4番マルテ、ヒットでランナーを1塁に置いています。切れていきます、ファウル。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど、さあ何を選択してくるか。アウトロー外れます。変化球外れました。見逃して三振になります。アウトコースを待っていたんでしょうか。最後は変化球を見逃しです。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。1回の裏、西さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーが組めるかどうかっていうのは大事ですよね。いや、そうですね、それを含めてが、チーム作りですからね。そのあたり監督の采配にも注目が集まります。清宮、ファイターズマウンドに上がるのは先発の伊藤。さあ、ファイターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは陽子、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ストライク、ボールを持ってきました。いや、今のよく見ましたね。はい、打ちました。ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている西川。伊藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は際どいところに行きました。ストライクです。
打ちました。これはどうか、アウト、ツーアウト。バッターボックスには指名打者のアブレイ。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。次が2球目、この低いボールは外れます。ボール先行です。落ちる球、ストライクが入りません。ここは1球見ました。このボールは外れてフォアボール。ツーアウトから先制のランナーを出していきます。いや、そうですね、これはね、チャンスですよ。インサイド外れます。2球目は何で来るか。いいボールが行きましたね。はい、ここは150キロを計測しています。大きく外しています。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、打ちました。大きな打球になった。さあどうだ。左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁二塁。さあ、そしてバッターボックスには大谷が入ります。ピッチャーとしては警戒が必要なバッターですよ。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、やはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。低めチェンジアップ決まりました。ここはあっという間に追い込んでいます。外へ持っていきましたが入りません。ところも当てていかない。打ちました。セカンド取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。ファイターズ2者残塁です。ため息。2回表に入ります。ファイターズの攻撃。バッターボックス、タミヤ。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ、小宮山さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。ただまだバッターも様子見しているところもありますからね。2巡目以降でどう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあ、ここからどう抑えていくかも注目です。高め打ちました。これはどうだ。センターに抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さあ、先制のランナーを1塁に背負います。バッターは郡司。もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんね。さあ、ランナーをどう生かしてくるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、バントしました。取りました。一塁送球します。アウト、ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁。まずは変化球から入りました。外へのスライダー、ここは見極めています。バッター、これは振ってしまいました。ワンボールツーストライクです。さあ、勝負してくるのか。このピンチ見逃しで三振を奪いました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。いや、非常にいい組み立てでしたね。まあ、まだピンチが続いているわけですけど、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですね。さあ、この場面で打席には8番の清宮入っています。胸元、強気なピッチングです。アウトコース、これは見送ってボールです。打ちました。西川、一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。先制のチャンスがあったファイターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。
2回裏に入ります。ファイターズの攻撃、6番バッター小谷。ファイターズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。切れていきます。ファウル、これもファウル、見逃し三振。アウトコースを待っていたんでしょうか。最後は変化球を見逃しです。バッターは7番に入っている大井。伊藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球は何で来るか。最初は変化球できました。打ちました。ライト前ヒット。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには今永、そして一塁ランナーは大引。まあここは走らせても面白いと思いますよ。さあここはスタートを切らせるんです。走ってきた、キャッチャー送球して振り込んでアウト、盗塁失敗。空振り、低めいっぱいのコース、148キロ。いや今のよく見ましたね。打ちに来ました。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。この回ファイターズ結局3人で攻撃を終えています。小宮山さん、まずまずの立ち上がりと見ていいですかね。まあ、そうですね、まあ、持ち味を発揮しているという感じですかね。そうですね、両投手の特徴が出てますよね。最初は変化球できました。ボールになります。切れてますね。3球目は何で来るか。変化球、これは空振りです。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。大引き抑えてワンアウト。さてリードしていくキャッチャーですが、ここは何が重要でしょうか。小宮山さん、まあそうですね、どちらかというと見てくるバッターなのでストライク先行でいいと思いますね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。西さん、バッターボックスの加藤、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況にもよりますが基本的には早打ちはせず見ていくタイプで、ボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。ああなるほど。打ちました。掴んで2アウトです。2番バッター松本。ここはさっき打たれたカーブの使い方に注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。最初は変化球できました。変化球が高めに抜けます。ボール先行です。低めの変化球は決まりません。ストライクが入りません。ここは1球見ました。ストライクになります。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。0対0同点です。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。ストライク、さあ2球目は何か。変化球インコース、ストライクです。あっという間に2ストライクです。ボールになります。これが4球目。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに返って4。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。
伊藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、空振り、低めいっぱいのコース、152キロスライダー外れます。体に近いところ、アウトコース空振り、スリーボールツーストライクです。振っていきましたが三振、ツーアウトになっています。バッターボックスは2番西川、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。まず何を投げてくるか、初球ボール、打ちました、取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ファイターズ三者凡退です。バッターボックス、前の打席は外の球を打たれましたから、ここは内と外にどう散らすかがポイントになりますね。なるほど、さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。惜しいですね、はい、打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、レフトをバックする、バックする、二塁へ送球する、バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウト。さあファイターズ先制のピンチを迎えています。ここも冷静にいってほしいですね。うん、そうですよね。まあそしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくるので配球には注意が必要ですね。レフトに持っていった、これは大きな打球、頭上を破っていく、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、ファイターズ先に点を取りました、1対0ファイターズ、さらにピンチが続きます。ここで離されたくはないですね、まあ、そして次は警戒すべきバッターが相手ですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね、その警戒すべきタミヤバッターボックスです。変化球振っていきます、膝元への変化球空振り、すぐに追い込みました、低め外れました、しっかり捉えた、セカンドの右、一塁送球、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。最低限ランナーを進めてきましたね、まあ、そしてこのバッターはチャンスに強いですから丁寧にいった方がいいでしょうね。そうですね、さあ気をつけていきたい郡司、打席に入っています。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか、内野はバックホーム体制ですね、とにかく得点、センター前へ抜けていく、サードランナーホームイン、ファイターズ追加点を挙げました、2対0になりました。ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターは7番、ファイターズこの回先制点を許しています。小宮山さん、このマウンドは慎重に行きたいところです。まあそうですね、次打たれたら流れ的には完全にあっちになりますからね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか、さあバッテリーどう組み立ててくるのか、インサイド落ちました、ファウルになります、ワンボールツーストライクです、ボールになります。大きく外れました、スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。アウトコース打ちました、これはセカンドライナー、ツーアウトランナー一塁と変わります。8番バッター清宮、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球甘いコース、バットが出ませんでした、得意のボールでストライクを取りました。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。いいコースだったんですけどね、高めのボール詰
詰まりながらもセンターへ。この打球はフライになっています。陽が掴んで3アウトです。しかしこの回ファイターズついに均衡を破りました。2対0、ファイターズ先制です。日本ハムファイターズ4回裏の攻撃になります。アブレイユバッターボックスに入ります。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ファイターズビハインドで迎える4回の攻撃です。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。そうですね。際どい、まあ、ここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。外れていきます。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。3ボール2ボール、見逃して三振です。ワンアウトです。これで5個目の三振を奪われました。バッターは4番中田。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。伊藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド変化球決まっています。打球になった。セカンドが取る。ツーアウトになりました。5番バッター大谷、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。アウトコースボール、流しました。三遊間抜ける。ツーアウトからランナー出ました。日本ハムファイターズです。ツーアウトランナー一塁。さあツーアウトからランナーを出していきます。バッターボックスには小屋、そして塁上には大谷。まあここは盗塁でもいいですよ。どう動いてくるでしょうか。初球打ち高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、まんまん中左中間破っていきました。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁二塁。さあそして打席には大引きが入っています。さあ得点圏には同点のランナーを置いています。まあここでちゃんと同点にしておきたいですね。なるほど、そうですよね。インサイド打った、破った、ホームに送球。サードランナーがホームに帰っていきました。ファイターズ1点返しました。2対1になりました。その差を1点としました。ここで一気に行きたいですね。さあこのチャンスでバッターボックスには8番の今波が入っています。ここは一塁のランナーを進められれば一気に逆転も見えてきますね。なるほど、そうですか。次が2球目、一塁ランナーはそのままです。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。気になる攻撃です。いいところから落としてきます。さあバッター追い込まれています。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。バッターボックスには9番ゴール。ファイターズこの回1点を返しています。さあ1点を追いかけ、なおも逆転のチャンスを迎えています。さあここもつないでいけるか。初球ストライク、際どいがボール。さあ3球目は何か、外151キロ。さあ4球目は何か、低め打った、ショートの右抑えた、二塁送球、二塁アウトでスリーアウト。
しかしこの回ファイターズ点差を縮めていきます。4回終了2対1、ファイターズが1点差まで追い上げました。小宮山さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。そうですね、もうブルペンの方には連絡行ってると思いますけど。そうですよね、となるとリリーフピッチャーがいつ出てくるのか注目です。最初は変化球できました、ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。2球目は何で来るか、引っ張った小屋、一塁そのまま入ってアウト。打順は1番に帰ります、バッター加藤。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはファイターズが武田、そしてファイターズが伊藤、この2人の投げ合いとなっています。変化球を振らせました、ノーボール2ストライクです。変化球で空振りを取ります。バッターボックス松本、ツーアウトランナーありません。初球ボール、変化球を振らせました。次が3球目、内へのボール球空振りです。ワンボールツーストライク、ファウルになります。まあ、バッター追い込まれてるんで手を出してきますよ。ボール気味でいいですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。初球は何から入ってくるか、三塁線切れました、ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。これは手が出ないか、ストライクを取ります。ワンボールツーストライクです。空振り三振、ここは投げ勝ちました。得点を与えませんでした。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。2対11点リードはファイターズです。そうですね、あの面白い試合なんですけどもね、まあ、バッター陣もうちょっと頑張らないといけないですね。突破口を見出すことができるんでしょうか。最初は変化球できました。改めてお聞きします、バッターボックスの用どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、右にも左にも長打を放つ頼もしい中距離バッターですね。そうですか、ボールになります。平行カウント、見逃し三振、ワンアウトです。打順は2番西川、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。伊藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあまず1球目、バントしました、ピッチャーが取る、アウト、ツーアウト、セーフティーバントは失敗です。バッターは3番アブレイユ、ツーアウトランナーありません。これが1球目、初球空振りです。高め外れます。低めは外れました。低めの変化球です。低め、落ちるボール決まりました。フルカウントです。これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ、反撃したいファイターズでしたがここは三者凡退に終わっています。5回終わって2対1、ファイターズが1点をリードしています。今画面に出ているのが先ほどの配球です。これが初球、
最初は変化球できました。まあ、ここはバッター狙い撃ちしてきますから甘いと大怪我の可能性がありますね。なるほど、そうですか。低めに来ました。引っ張った、今波アウト、ワンアウト。バッターボックスは5番タミヤ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。武田、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース見送っています。大きく外れました。ボール先行です。変化球タイミング合いません。次が4球目。変化球入りません。ストライクです。3ボール2ストライク。三振になります。バッターは6番郡司。前の打席はシュートをうまく打たれましたから、今度はその使い方は考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。初球ボール打ちました。セカンド取る。一塁アウト、スリーアウトです。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。2対1、ファイターズが1点をリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、さあファイターズ、この回は4番から始まります。バッターは中田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ファイターズ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。まだ1点差ですからね、この回でしょうね。そうですね。インコース決まった。次が4球目。低めの変化球は決まりません。ストレートを持ってきました。フルカウントです。まあ、フルカウントは案外ボール球来ますから、しっかり見極める。三振になります。ワンアウトです。バッターボックスは5番大谷。先ほどの打席でヒットを放っています。伊藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはファイターズが武田、そしてファイターズが伊藤、この2人の投げ合いとなっています。初球ボール、打ちました。サード取った。一塁送球アウト。ここは送球が間に合っています。打順は6番小山。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。インサイド空振り。スピードボールを持っています。インコース外れてボール。決まってストライク。ワンボールツーストライクです。アウトロー外れます。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。これから7回ファイターズの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。背番号13石井が2番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。小宮山さん、ここは何としてもゼロに抑えて終盤を迎えたいところですよね。まあ、そうですね、なんとかものにできそうな感じでもありますし、とにかくしのぐというところですかね。徐々に突破口は見えてきているという状況のようです。大きく外しています。外へのカーブ外れました。4球目は何で来るか。落ちるボール空振り。2ボール2ストライクです。
打ちました。ボテボテアウト、ワンアウトです。打席には1番バッター清宮、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。石井、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、高めのスライダー空振りです。変化球インコースに来ました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。空振り三振。9番バッター水野、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球は何から入ってくるか。初球ボール、ファウルになります。低め、ワンボールツーストライクです。インコースへ大きく外れます。ここもファウルです。引っ張った小屋の一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ファイターズ三者凡退です。2対1ファイターズが1点をリードしています。日本ハムファイターズラッキーセブンの攻撃になります。大引きがバッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ファイターズ1点ビハインドで迎える7回の攻撃です。ミッサー、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、まだ逆転のチャンスはありますからね。とにかく先頭バッターを出したいですよ。変化球が低めに外れます。ボール先行です。変化球タイミング合いません。ライト方向流しました。これはどうだ、セカンド取る、アウト、ワンアウト。打順は8番今波、先ほどの打席はデッドボールでした。まずはワンアウトを取っています。初球大きく外れています。ストライクになります。148キロ。次が3球目、速いボール膝元決まってストライク。ワンボールツーストライクです。低めの変化球は決まりません。ファウルになります。バッター、さあどうだ、ヒットになった。今波ヒットが出ます。ワンアウトランナー一塁となりました。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。さあ、この終盤一塁には同点のランナーです。バッターはゴール、まあ、1点の欲しいシチュエーションですから、バントか少なくともランナーを進めるようなバッティングが求められるでしょうね。さあ、ランナーをどう生かしてくるか。小宮山さん、バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バッターからすると、インコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなので、そこにコントロールできるかですかね。なるほど。低め打った、わずかに切れてファウルボール、ボールになります。ここはゲッツー体制のままです。見逃し三振、ツーアウトになっています。小宮山さん、現在のピッチャーの状態ですが、どのようにご覧になってますか。まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。ああ、なるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。インサイド変化球決まっています。ああ、外野は下がってますね。バッターをかなり警戒していますね。そのようですね。
実に狙っていきたい。ここは落としてきました。さあ5球目は何か。打った難しいバウンドを抑えて二塁へ送球。二塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。これから8回ファイターズの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。矢抜きがマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあマウンドに上がったのは矢抜き。初球ボール。流しました。これはどうか。ヒットになった。これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー一塁です。ここは待ち構えていたかのようにうまく打ち返されてしまいました。山が当たったというバッティングされましたね。バッターボックス松本、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド見送っています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。送ります。ヤヌ一塁送球アウト。ワンアウトです。さあそして打席には入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが得点圏にランナーを背負った場面です。ここで離されると難しくなってきますから、強気のピッチングで切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですよね。2球目は何で来るか。ファウルボールです。インコース、これは外れます。外れてますか。完璧なボールでしたけどね。そうですね。このピンチ空振り三振に切って取りました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには丸入っています。さあツーアウトにはなりましたが得点圏にはランナーが残っています。ここで広げられると展開が悪くなりますから、しっかりとジャストミート。ファウルボール。3球目は何で来るか。レフトに持っていった。大きいぞ。ワンバウンドヒットになった。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは三塁まで進みました。ファイターズ追加点を挙げました。3対1ファイターズ。なおもピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。この展開は厳しいですよね。終盤で大きな追加点を奪われました。ファイターズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の宮西。バッターボックスタミヤ。ファイターズこの回1点を失っています。さあ2点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。さあここはしっかり抑えておきたいところ。初球からストライクを取ってきましたね。やはりボールに自信があるんでしょうね。ああそうですか。さて西さん、このタミヤ対左ピッチャーはどうなんでしょう。特に左ピッチャーが苦手という印象はないですね。ああそうですか。外低め決まってストライク。これでフルカウント。次が勝負の1球になります。インサイド打った。ショートが抑えた。一塁へ。サードランナーがホームに帰ってきました。ファイターズ追加点4対1ファイターズ。もうこれ以上点はやれません。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。終盤で大きな追加点を奪われました。軍事。ファイターズこの回追加点を許しています。初球ボール。変化球タイミング合いません。際どいボール外れました。空振りになり
ツーボールツーストライクと追い込んでいます。引っ張った、この当たりはどうか、三塁線落ちてフェア、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁二塁、バッターボックスファイターズ、この回2点を失っています。さあ3点を離され、なおも得点圏にランナーを背負います。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか、インサイド打った、ファースト正面取った、そのまま一塁に入ってスリーアウト、しかしこの回ファイターズ2点を追加しています。4対1日本ハムファイターズのリード広がっています。8回の裏ファイターズの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。背番号28川野、2番手としてコールされています。さあマウンドを任されたのは川野、サインさん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。まあしっかり攻略したいですよ。このイニング反撃の口火を切ることができるんでしょうか。初球ボール、コーナーを攻めます。さあ3球目は何か、ああよく見ましたね、はい、打ちました、これはどうか、破りました、センター前、西川ヒットが出ました、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは3番アブレイ、ヒットでランナーを一塁に置いています。まずはアウトコース、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。打った、センターに大きな打球、センター下がっていく下がっていく、スタンドには届きません、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、1点返しました日本ハムファイターズ、フェンス直撃のタイムリーヒット、4対2になりました。ファイターズ2点差に詰め寄っています。甘い球は見逃しませんでした、見事タイムリーを放っています。そうですね、甘い球を見逃しませんでしたね。ここで得点が入りました。さあファイターズ得点圏にランナーを進めています。彼らのホームランで一気に同点ってこともあり得るんじゃないですかね。そうですよね、まあ、そして彼らこのビハインドの中でもムードを変える力を持っていますからね、期待しましょう。まず最初のボールを決めていきました。いや振っちゃいましたね、すぐに追い込みました。空振り三振、前にボールを飛ばせません。さあそしてバッターボックスには大谷が入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。もうこういったチャンスで返しておかないと苦しくなる展開ですから、この打席はしっかりランナーを返したいですよ。なるほど、そうですね。これが2球目、右に切れてファウル、ノーボールツーストライクです。今のはよく見ましたね、はい、さあ勝負してくるのか、インコースへ大きく外れます。さあ5球目は何か、低め、これは外れた、2球で追い込んだんですが決めきれずフルカウントまで来ました。外れてフォアボール、貴重なランナーが出ました。チャンスは広がります。しっかりつなげてきましたね、さあこのチャンスでバッターボックスには6番の小屋野が入っています。まずはインコース、まあ、やや浮いた感じでしたけど打ちにくいボールですよね、今の感じだともう1球来るかもしれません。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。ツーアウトになっています。さあそして打席には大引きが入ります。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。こういった終盤でのチャンスをいかにものにできるかというと、あっと取れない、ボールを拾って低めのストライク、アウトコース、これは見送ってボールです。4球目は何で来るか、外の球打った一塁へ、内野安打、これで3安打猛打賞。バッターボックスは8番今波、
ファイターズこの回1点を返しています。さあ2点を追いかけ、なおも一打同点のチャンスです。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。まずは見送ります。ワンボール。さて西さん、この今波対左ピッチャーはどうなんでしょう。いや左ピッチャーには極端に弱いですね。ここまで苦手なのも珍しいですね。まあそうですか。セカンドワンバウンドヒットになった。同点でランナーが三塁へ回った。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ファイターズ追いつきました。4対4、なおも三塁一塁のチャンス。ご覧いただきましょう。この大事な場面で貴重な同点打を放ちました。うん、いい流れがねそろそろ来てると思いますよ。ついに追いついたこのゲーム、このまま流れを引き寄せるんでしょうか。いい形でつなげましたね。さあそしてこのチャンスで打席には9番の大野が入っています。初球ボール球です。いい当たり、センター前抜けていく。ボールは中継、サードランナーがホームに帰っていきました。ファイターズ勝ち越しました。5対4、これでこの回4得点。この場面で見事なタイムリー、勝ち越しに成功しています。いやこのチャンスに見事応えてくれましたよね。ここでリードを取っていきます。しかし勝利のためにはもう少し点差が欲しい展開になります。ファイターズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の杉浦。さあそしてバッターボックスには陽が入っています。さあチャンスが続きます。まあつないでいますから、ここでしっかり差を広げておきたいですね。なるほど、そうですね。初球甘いところでしたが、これは見ていきます。ここからは確実に狙っていきたい。ボールになります。できましたが、これは外れます。これもインサイド、結局フルカウントになります。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。三振で攻撃を終えました。しかしこの回ファイターズ貴重な得点でリードしました。8回終わって5対4、ファイターズ大逆転に成功しました。最終回しびれる場面での登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ファイターズの守護神武田、逃げ切りを図ります。西さん、ついに9回を迎えましたね。本当ですね。もうとにかく最後までどうなるかわからないですね。本当にそうですよね。初球ボール、改めてお聞きします。バッターの伏見、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。あ、なるほど。まあ、次は迷ったらアウトローのストレートですね。なるほど。さあどう来るか。次が5球目。あ、外れてますか。完璧なボールでしたけどね。3ボール2ストライク。ここでフォアボールを与えました。ノーアウトから同点のランナーを出していきます。富山さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。初球は何で来るか。バントしました。右方向へ転がした。ピッチャーが抑えた。これは際どかったが一塁アウト。見事送りバントを決めました。ワンアウトランナー二塁。これは外れています。さあ2球目は何か。惜しいですね。低めストライクになります。さあどうだ、切れました。ファウル。フェアならば同点かというところでした。いい当たりだ、抜けた。セカンドランナー帰れば同点。中継にボールが送られる。ライト前ヒット。
これでマルチヒット、これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。さあそして打席には石井入ります。さあなおもピンチの場面、まあ、ここでリードを守ることが重要になってきますから踏ん張りどころでしょうね。なるほど、そうですよね。小宮山さん、ここはスクイズは考えられるでしょうか。そうですね、スクイズというよりは犠牲フライのような気がしますね。そうですか。変化球打った、セカンドが抑えた、ホームタッチはアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。ランナー帰れば同点でしたが、ここは素晴らしいプレーで抑えています。もう本当ですね、ああいうプレーはチームを勢いづけますからね。まあ、ただ次のバッターが彼なんでね、バッテリーも十分に警戒した方がいいでしょうね。そうですね、さあ気をつけていきたいバッターボックスです。やはりランナーがいると初球も慎重になりますね。ああ、やはりそうですか。バッター有利なカウントになりました。さてバッターのどういうバッターなんでしょうか。まあ、穴はありますけど一発の怖さを持っているバッターですね。ああそうですか。バッテリー後がなくなってきました。そうですね、バッターを、ね、意識しすぎたかもしれない。痛烈モンクナース、入った、ホームラン、逆転スリーランホームラン。ファイターズこの終盤痛恨の逆転アーチを許しました。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ファイターズ逆転を許します。7対5、クリーンナップに一発を浴びてしまいました。この土壇場で試合をひっくり返されました。ブルペンが映っていますが、やはり守護神が投球練習始めています。やはり西さん、守護神登場してきそうですね。まあそうですね、当然最後は彼でという展開ですからね。今日は守備で交代してそのまま出場している磯畑。ファイターズ最終回で痛い失点、逆転を許しています。初球ボール、次が2球目、変化球を振らせました。低めの球外れています。打ちました、セカンドが取る、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ファイターズ貴重な得点でリードしました。7対5ファイターズが逆転しました。ファイターズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。さあ西さん、最後の攻撃ということになりました。まあ厳しい展開であることに変わりはないんですけどね。まあなんとか巻き返してほしいですよ。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。アウトコースボール、リードボールを持っています。インコースボール、ボール先行です。インコース決めてきた、ファウルになります。低めは外れました。3ボール2ストライクです。外れてフォアボール、ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。いやそうですね、これはねチャンスですよ。バッターボックス、アブレイユ、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。フォアボールのランナーが出ています。まず何を投げてくるか、まずは見送り。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。
まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。インコース詰まりました。抑えています。ワンアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは4番中田。ワンアウトになっています。ランナー動きませんね、はい、ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。いい当たり、三遊間抜ける。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。さあファイターズ重要な場面を迎えています。彼ならホームランで一気にサヨナラってこともあり得ると思いますね。なるほど、そうですね。まあそして彼はこういった逆境でよく打ってくれる印象がありますから期待していいんじゃないでしょうか。大きく外れました。ボール先行です。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。そうですね。非常にブレーキが効いたボールです。まあここ甘いボールが来た、外れてフォアボール。逆転サヨナラにつなぐランナーが出塁しました。ワンアウト満塁です。いや選球眼がいいですよね。バッターよく見極めました。ここは犠牲ぐらいでも OK ですが点差を考えるとそれ以上狙いたいですね。そうですよね。初球打ち前でワンバウンド、ホームに送球、サードランナーホームイン。ファイターズ1点返しました。7対6になりました。なおも満塁のチャンス。ご覧いただきましょう。ここで見事なタイムリー、点差を縮めます。まあ、やっぱりここでね一気に同点まで行きたいですよね。ここで得点が入りました。さあここでファイターズダイソーを送ります。中島がファーストランナーに入ります。さあそしてバッターボックスには大引きが入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面。もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですね。際どいコース見送っています。西さん、ここはスクイズは考えられるでしょうか。そうですね、まあ、どちらかというと犠牲フライでしょうけど奇襲としては面白いかもしれませんね。なるほど。さあどう来るか。落としていきましたがこれは外れます。ここは前進守備ですね。しっかり捉えた、大きな打球だ。左中間を深くまで送っていった。セカンドランナーはサヨナラか、サヨナラなるか。劇的な結末、サヨナラ。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。日本ハムファイターズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。西さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。あのね、本当にね、何とも言えない言葉が出ないぐらい嬉しいんですよね。あの帰り気をつけて帰ってください。そうですね。勝ったファイターズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のファイターズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。本日は最後までご観戦いただき